皆さんおはようございます。エビチャンネルです。今日はエビキャン1号こちらの方をご紹介していきたいと思います。今ね、自宅の駐車場でその準備をしておりますが、テーブルとか椅子とか出して、本格的にというか、ちょっとね、なりきってやっております。コーヒーなんかいただいたりもしております。はい、それでは早速エビキャンの方を紹介していきたいと思います。車両の方はハイゼットカーゴクルーズ平成21年式だったかな、ガソリンの5速 MT です。走行が1万9000キロ弱、意外と年式の割には走ってない車です。まあね、年式相応で、ちらほらとね傷とかもあったりしますけども、まあ全体的には綺麗なんじゃないかななんて思いますけどもね。まあ、しばらくね、車屋さんに展示されてたので、こう細かいところには汚れ等はね残っておりますが、この辺のところはおいおいきれいにしていきたいと思います。それから動画は撮り忘れたんですけども、もう2メーター4さんのねモービル機はつけました。ダッシュボードの CD プレイヤーの下のところにね小物入れがあったんで、そこを加工してとりあえずぴったんこ入りました。まあね、こうやってね簡単に、出し入れがまだできる状態になっております。奥の方にね穴を開けまして、ちょっと見えにくいかな、本体とディスプレイの接続コードの方隠しております。でマイクはマイクホルダーをねこちらにつけて、つけております。で、まだね仮にコードを通してるだけなんですけども、モビル機の本体はこの荷室の下の方に置いていこうと思っております。これからねコードの方うまいことね隠していきたいなと思っております。それではエンジンの方をかけていきます。ちょっとピントが合ってないんですけどね。はい、走行18,658キロ、これが確かな走行だったらね12年落ちの車にしてはね全然走ってない車じゃないかなと思います。で、所有者のお決まりの このタイプね、天井のスペースにティッシュボックス、ティッシュをね置ける、場所がありますね。皆さんご多分に漏れず、こんな感じでねティッシュを置いております。内装の方もね年式の割に綺麗だと思います。こちらクルーズというグレードでセカンドシートの方は
セパレートになっております。よくね、ベンチシートのタイプのやつがあるんですけども、車中泊仕様にはベンチシートの方が、荷室がねフラットになっていいのかもしれませんけどもね、私はこちらのタイプの方が好きです。で、こいつを引っ張るとこのように倒れて、ヘッドレストを、よいしょ、外すとね、こう、フラットになるんですが、このタイプはちょっとね、運転席側が上がっております。これがね嫌だと言われて、ベンチシートのタイプを選ばれる方もいるかと思うんですけども、当局はねセパレート、こっちのシートの方がね個人的には好きですね。はい、リアのドアから見た荷室の状態ですが、荷室もねものすごく綺麗な状態です。だいたいねこういうタイプって仕事で使われる方が多く、走行もさることながら、荷室がねものすごくぐちゃぐちゃな車が多いんですけどもね、自分もね、何台か見に行きました。中古車ねネットで探して、だけどねやっぱり荷室がねものすごく汚いんですよね。傷がものすごく ついてたりとかね、そんな車が多い中、走行は少ない、中は綺麗、そしてねセパレートタイプのセカンドシート、でね予算内に収まった車ということで、なんかね本当ものすごい巡り合わせじゃないかなと思っております。やっぱりねこうやって見るとドアとか開けてみるとね見えない部分、普段見えない部分はねこんな感じでね、汚れとか残ってますけどもね、これは今からね綺麗にしていきたいと思います。初めにね紹介し忘れたんですけどもね、こいつはね5速のマニュアルミッションです。まあねオートマの方が人気があるのはわかるんですけどもね、このタイプオートマになると3速オートマになっちゃうんですよね。それと自分はね、バスの運転手を以前してたんで、マニュアルトランスミッションの方全然苦になりません。なのでねまあ燃費もいいじゃないかなと思い、5速でも条件的にはなんだ問題ないということで購入しました。話がねあちこち飛ぶんですけどもね、ライトの方はね普通のハロゲンヘッドランプでね、やっぱり年式装でねやっ、レンズがね曇ってるんですよね。こんなのもね、自分でね磨いて綺麗に していきたいと思います。あとねホイールも、145R12 の6プライ、まあね軽貨物定番のタイヤですけども、これにホイールキャップ、これもね普段荷物を乗せて走ることがないんでね、機会があれば変えていきたいなと思っております。あとナンバー思いっきり見せちゃいますけども、こちらの方今ね、チャンネル358にちなんで、やっぱりね
358にしようと思ってます。今もうね希望ナンバー申し込んでね、あとは取りに発行されたのを取りに行くだけです。またこのナンバーのね変更の様子もね動画に後々アップしていきたいと思います。はい、というところで、今日はエビキャン1号ハイゼットカーゴのご紹介でした。面白いと思われた方はね、チャンネル登録お願いいたします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。